トヨタ・クレスタ、クレスタ、クレスタは、トヨタ自動車で1980年から2001年まで生産されていた、中型高級乗用車、マーク、イート・チェイサーの姉妹車である。2001年にベロッサと変わり、21年の歴史に幕を閉じたが、そのベロッサも2004年に、ビスタ店が、ネッツ・トヨタ店と投稿され、新生ネッツ店となる際に廃止されたため、 ディスタ店の中型高級乗用セダンの系譜が途絶した。初代は、姉妹車と同じ4ドアピラードハードトップとして登場し、ボディやエンジンは、上記の2車と共通している。2代目以降は、マーク、E と、チェイサーがピラードハードトップだったのに対し、セダンとして発売されていた3代目の8 0系以降、プレスドアを採用。また、他の姉妹車同様、 ターボエンジン搭載車に5速 MT が設定されているものの X100 系の同系列にあたるルランジーでは前期後期ともに AT のみの設定となったそのため X100 系のルランジーでは AT から MT へ乗せ替えられた車両が稀に見かけられるグレード名はラグジュアリーグレードがスーパールーセントスーパールーセントエクシードエクシード スポーキングレードは50.60系が、スーパーツーリング、スーパーツーリング、70.80系は、GT、90系は、ツアラー、ツアラー、最終モデルの100系は、ルラーン、ルーロンと何度も変更された。GX70 系から GX80、JZX80 系は、ハイソカーブームで、マーク、E と共に、女性からも人気だったが、クレスタは、 初代ソアラと共に暴走族に好まれた。FR ハイパーアターボということで、JZX81 系以降は特に同り車として、現在でもチューニングカー愛好者に人気が高い。その反面、経年もあり、オリジナルの状態を保った程度の良いものは少なくなっており、高値で取引されることもある。取扱店は、ビスタ店だったが、沖縄県には、 ビスタ店がなかったため沖縄トヨタにて取り扱っていた。1980年4月に登場。同時に新設されたトヨタビスタ店の最上級車種であった。角目4頭ヘッドライトやスクエアカットのテールライトを持ち、当時としてはスタイリッシュな4ドアピラードハートップとして登場した。マーク E、チェイサーの実質的な姉妹車ではあったが、クレスタはドアパネルを共用するのみで、 他の姉妹車よりも高級なイメージを持っていた。半年後の同年10月に、マーク E、チェイサーも、初代クレスタに追従する、フルモデルチェンジを受け、マーク E3 兄弟が誕生することになる。エンジンは、従来の MK に代わる、新開発の2.0リットル直列6気筒 1GEU 型、サイチェシー1 2バルブを、初めて搭載した。グレード名は、 6気筒エンジン搭載最上位グレードは後年まで、クレスタを代表するグレードとなった、スーパールーセント、スーパールーセント、6気筒エンジン搭載スポーティーグレードが、スーパーツーリング、スーパーツーリング、6気筒エンジン搭載普及グレードが、スーパーデラックス、スーパーデラックス、4気筒エンジン搭載上位グレードが、スーパーカスタム、スーパーカスタム、4気筒エンジン搭載普及グレードが、カスタム、 カスタムであった4気筒エンジンはすべて1.8リットルの 13TU 型オフ。上級グレードに設定されたイメージカラーのツートーンカラーが絶大な人気を得て若い世代の高級車志向を一気に推し進める結果となった。1984年8月に登場。この台からサッシュドアを採用したセダンとなった。クライトウィンドウを採用している姉妹車のマーク E。 セダンとは対照的にクレスタは4ライトの端正なスタイルを持つ。セダンではあるがパッケージング自体は姉妹車のハードトップと共通で前高も抑えられておりマーク E セダンよりもパーソナル感が強調されている。角型4頭ヘッドライトやスクエアカットのテールライトなど先代から受け継がれたスマートなイメージを残しつつより豪華な内外装となった。姉妹車であるマーク E と共にハイソカーブームに乗り、当のトヨタが驚くほど、仙台以上に大ヒットを記録している。中古車市場では、同年式のマーク E よりも高い値で売られていたこともあった。米国で販売されていた MX73 系クレシーだマーク E セダンの輸出仕様のフロントマスクは、GX71 系クレスタのフロントマスクに、角型に頭ヘッドライトを組み合わせたものだった。 1988年8月に登場。この台から4気筒、6気筒に関わらずガソリンエンジン搭載車がすべて DOHC か、ハイメカツインカムを含むサレプレスドアが採用されると、共に丸みを帯びたデザインとなり、数々の豪華装備やエレクトロニクス技術も満載された。また、最上級グレードとしてマーク E3 兄弟では唯一のスーパーチャージャーエンジン。 一ジーグス搭載のスーパールーセント G、スーパールーセント G が新たに設定された。バブル景気ということもあってか、それまでの初代や二代目を上回る大ヒットお店、マーク、イートチェイサーを含めた販売台数は歴代1位を記録している。自動車教習所の教習車でもマーク E セダン、チェイサーと合わせて多く投入されていた。1992年10月に登場。 姉妹車のマーク E チェイサーともども、車体が3ナンバーサイズに大型化されたが、クレスタのデザインは3代目のキープコンセプトであった。ために3兄弟の中ではやや小太な印象を受けた。CM 出演者は、長年出演してきた、山崎勤から浅井新平、ただし前期型のみにバトンタッチ。エンジンは、ガソリン車が3.0リットルに JZGE、2.5リットル。 1JZGTE と 1JZGE2.0L、1GFE1.8L4SFE、ディーゼル車が 2.4L2L ル。スポーティーグレードは GT ツインターボからツアラー、ツアラーへ変更されたが、先代モデル同様化球機はツインターボが用いられている。ターボ付けはツアラー V、な車はツアラー S。 共に 1JZ の2.5リットルエンジン搭載。ターボモデルの MT 車の設定は、クレスタのみ、この台で最後となる。また、初代からあった6気筒エンジンのスーパーデラックスは、この台より、スーパールーセントに集約された。4気筒エンジン及びディーゼルターボエンジンの、グレード名称も、スーパーカスタムエクストラは、シュフィール、スーパーカスタムは、SC に変更された。 1996年9月に登場。当時の RV シャブームに対抗すべく、マーク E、チェイサーと共に、世代イノベーションのスローガンを掲げ、三兄弟の個性を明確に表現したデザインとなった。CM 出演者は、沢田健二、玉木浩二、高橋幸宏の三人。仙台では、三姉妹共にツアラーシリーズ、ツアラー V、ツアラー S が、スポーティーグレードの名称であった。 しかし、この型のクレスタのみが、ルラーン、ルーロンに名称変更され、MT は前期型の2.0スーパールーセントのみ設定。後期型は前車 AT の設定となる。1JZ GTE のターボ車である、ルラーン G に MT モデルの設定がないことから、一部の走りやドリフト属向けに AT から MT への乗せ替え改造がされた個体がある。また、 前期型のルラーンに2.0リットルエンジン、1GFE 搭載車の設定はなかったが、後期から追加され、このモデルが警察車両に採用された。ラグジュアリーグレードにおいてもグレード名の変更があり、それまでクレスタを代表する上級グレード名であったスーパールーセントレンカグレードという位置づけになり、ベーシックな4気筒エンジン車はディーゼルエンジン搭載車のみになった。 上級グレードは、エクシード、エクシードとなった、最上級グレードは、エクシード G。スタイリングは3兄弟のカラーを明確に分ける、コンセプトのもと、マーク E が、ハイオーナーカーらしい、ワイド感を強調し、チェイサーは、歴代で最もスポーティーなイメージとなる。これらに対してクレスタは、プレスドアに炭性なグリル、尻下がりのラインなどで、セダンとしての落ち着きを表現し、 三兄弟の住み分けに成功した。これにより、先代以上に50歳代以上の年配のオーナーを獲得する結果、当時となった。セランらしいスタイルを表現するために、1420mm とマーク E、チェーサーに比べて全高が 20mm 高くされ、室内の居住性という実質的な利点もあった。スペイン語で、 西洋の紋章の頂に輝く飾りという意味から付けられている。なおエンブレムはカブトをデフォルメしたものが使われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。